今日はオリンピック見てなくて見てなくて、小学5年生より賢いのみたいな。私この企画めっちゃ好きなんだけど。宴やってるんだ金曜日今日。やばい、時差時差。今日は金曜日だったんですね。実は金曜日出したから3連休。嘘でしょ、何連休、何連休じゃないわ、何休み、山の日、うん、山の日、もうエイトの日やん、エイトの日やないかい。8の日はお家でなんかするね。ちょっと頑張って、いやダンスできないかな、できるようにしてみたいんだけど、ちょっと今模様替えしてて、ちょっとねテーブルが届いて、ちょっとね組み立てます。今日いや配信で組み立てようかなって思ったんだけど、多分誰も見てても楽しくないと思って、ちょっとテーブルを組み立てます。だからなんかこんなソファーみたいな、ソファーのとこでやってるの最近さ。テーブルの上では踊んないんだけど、模様替えとかいい感じにして、説明書日本語も重くてさ、大きくないけどなんか収納がついてるテーブルを買ったんですよ。そうなんかメイク道具とか見たい。テーブルとかあんま見せられないもんね。これじゃないな。こういうので白色にしたんですよ。ガラスじゃない、鏡ついてる。そうで、なんかメイク道具とかいろいろ収納できるし、まあご飯テーブルとしてはちょっとあれだけど、まあ、収納メインって感じ。でもこの足の長さがすごい短くて、そう足を伸ばせないからちょっとって感じだけど、まあ、どっちかといえば配信とかメイクしやすいように用のって感じしました。組み立てた映像だ。組み立てさ、簡単にできないって書いてあったんだよね。こたつになりません、ドライバーを推薦しますって書いてる。私組み立て大嫌いなんです。ネジ強く進めないようにって書いてある。手順が多くてびっくり。もうでも手順が21個もある。頑張ります。ドライバーはあるはず。
にしまった、どこにしまったかな、どこにしまったかな、配信するべき、私多分一人じゃできないさこれ、できないさこれ、りーちゃんに手伝ってもらう、頑張ります。ドライバーどこやったっけな、ありました、そういえばあった、ねえネジ山とか私潰しちゃう、たまに。頭のネジもちゃんと締めましょうって、締めましょうね。メイクしたよ、ね、超ナチュラルだけど。ちょっと洗濯も2回して。言いつつ今日もまだ何も食べてないんだよな、チョコのお菓子食べて先ほうじ茶ラテ飲んで、スパネにした、なんか巻いても取れちゃう、ちょっと巻いてたんだけどね、巻いてるかけらもないね、お腹すいちゃった、ちゃんとでも今日は作ります、ちょっと遅くなっちゃう、何食べたい、何食べたいかな、すごい今タンが食べたい、タンが食べたい、でもラーメンも食べたいなって思って、ネギシ食べたい、うわ春巻きもいいね、うわいいな、タンメン食べたの、食べたい、だから絶対私ネギタンがいい、みんなもネギタンが好きですか、ネギタンのネギだけ頼む時あるもん、焼肉屋さん行ったら食べます、ネギくれるってかお金かかる、100いくらぐらいかかるんだけど、でも私それを家でもよく作るから好きなんですよ。
いスリッパを求めて今ねずっと探してる。スリッパって結構高くない？高くないって言ってフランフランで見てるんだけど、フランフランはやっぱ高いですね。いろいろ TikTok でも撮ろうかな。 T シャツはミルクけど、うん、部屋着ですね。もう暑かった今日も。ちょっと窓開けてたんだけど、ジラピケってスリッパなの？うわ、絶対ジラピケのスリッパも可愛いだろうけど、私は見たことない。かゆい、なんか蚊に刺された。蚊に刺された、赤い。そういやさ、そういやさ、知ってる？弱い根を吐いているスプレー人間です。今流行ってる。え、マジでめっちゃ流行ってるよこれ。もう TikTok 開くたびこれ。たまには撮ろう。いやでも今日はなんかもうラフなので、明日撮ろうかね。ひだやがめっちゃ投稿しててさ、ひだやのやっぱ顔面と洋服最高最高。私もひだやの服が欲しいもん。えぐいよね、えぐ皮じゃない。ところで七瀬吉川が配信で名前出してましたよ。七瀬吉川なんていう話題でした。私なんかこういうさ T シャツとかも着るのは部屋着だったら全然いいけど、おしゃれしたいな。お気に入ってますだから、ひだやの好きなブランドが私もなんか最近好きになっちゃって、なんかパクリみたいになっちゃうんですけど、すごい。だから一番エイトでなんか憧れてるのひだやなんだよね。今ってか元からなんだけど、年齢的にも自分二十歳超えたし、なんか大人っぽい服着たいなって思い始めて最近。だから結構ミニスカート捨てたんですよね、高校の時履いてたやつとか。ひだやは23になった。3つ目。七瀬吉川は優奈ハット。なんでそんな外人呼ばわりなの。優奈ハットの お胸を触って柔らかいと。いや、奈々ちゃんはね本番中に触ってるのよね。どこで触ってるかはみんなわかると思うけど、うん、奈々ちゃんとひだやは同い年なはず。ね、確かに硬い胸はないな。確かに。確かに。
じゃあちょっと私ストーリーじゃないわあのタワー立ててくださった方の写真がびっくりするほど溜まってて、もうねどれがいつのかも把握できなくなっちゃってて、ちょっと作りながらショールームしていいですか。ごめんなさいね、溜めることは良くないです本当に。ごめん、全然もう把握できてなくて、全然自撮りとかも関係なくなっちゃうかもしれないんだけど、超申し訳ない。覚えてる、やんなきゃやんなきゃって思って、そしたらもうこんな遅くなっちゃって罪悪感半端ない。ちょっともう写真も全然ないから、多分これは800日のだなっていうメモからやってくね。やりながらこういうのしようかなと思ったけど、 iPad カラオケできなかったわ。イヤホン使わないと。君のためにできることが僕にあるから、いつも君、いつも君、周りのような。そんな高くないんだっけ。これからの僕を届けて、バンセソ、アマゾンで1000円くらい、うん、結構安いやん。写真が足りないよ。ナディ元気ですよ。またもうすぐで会います。いつの日何しようか。
何知ってほしい？もうね、多分追いつかないだろうね。分かんないよ。何にも聞いてないけど、何にもやる予定はないのかなと思って。さすがにね、このお家だけで、お家でやるっていうのもね、なかなかの急な対応だからできなさそうって思っちゃうんだけど。浴衣配信、同じ浴衣しかないけどいいの？一人着れない、紐ないから。やっぱカラオケがいいかな。もう2時間くらいやってカラオケメインにします。ナース服全然着ていいなら着ますけど、なんか恥ずかしいな。着ますか、ナース服。とりあえず800日のタワーはできた、タワー画像できた。でも800日の前のなんかねもあるんだよね。それもちょっとやってみます。いや、逆にいいの？来てくれなら全然着る。そう、ゲーム配信とかもねしたいんだけど、何足かある、ずっとここである、ここでやったから。パン焼くものもないんだが。でもファッションショーも近いうちしたいなと思ってるし、できてなかったから。よし、800日までできました。次7周年のタワーをちょっと先に送るね。ごめんなさい遅くなって。 PUBG 同時タイミングでポチるやつありがとう。本当にそれだったら全然やるよ、全然やるよ。みんなもパブやろう。じゃあファッションショーみたいな、ファッションショーでも8の日じゃなくても全然あれだからいいんだけど。とりあえず送った。
ごめんね、マジで遅くなった。100日。7周年の写真がない気がする。私泣いてたから、泣いてたことない気がする。ないです、本当に。浴衣でもやっていくか。と浴衣で撮った写真を SNS に上げることとかも、いやもうないかもしれないけど、あったらごめんなさい。とりあえず浴衣でやっていきます。嘘、まじまるちゃん800日じゃなかった？待って待って待って、嘘。つなげてくれた？浴衣の時、嘘、ごめん、やばい、しくった、どうしよう、どうしようやばい、どうしよう、やばい、これはもうちゃんとすぐやらなきゃいけないね。これじゃあみんな浴衣の時だったりする？最悪なんだけど。だよね、そうだよね、ごめんなさい。ちょっとすまん、ちょっと、みんなこれじゃあ絶対浴衣やん。ちょっと、嘘、浴衣2人だけ。ちょ、なんか欲しい写真あったら言って、755で。ちょっととりあえずあの7周年の時のタワーのやつやるから。ほんとよく覚えてるね、みんな記憶力すごない？ちょっとじゃあまじまるさんと、まじまるちゃんとクロケンさんはあの欲しい写真あったら言ってください。ちょっとよろしくお願いします。755に送っといてください。ごめんなさい。ってことで7周年のやつ、7周年はちょっと公演のやつも使いますね。7周年は公演の写真をちょっとさせていただきます。もうちゃんとまめにやります。これはこれは溜めてた私が悪い。
しかもこれを配信中にやるっていう、すいません。お腹すいたんご。みんなご飯食べた？ねえ、糸の日のレッスン前に行っちゃったからね。急に暇になっちゃったよ。牛丼食べた。ピザ。うわ、いいな。私でもピザはなんかもうお店で食べたいって思っちゃった。宅配も美味しかったんだけど。松屋の牛丼いいね。あんかけ焼きそば、わ、いいね。そうめんもいい。冷しゃぶ、わ、いいね。冷しゃぶ、冷しゃぶって私あんま食べたことないかも。スペアリブ作った、おしゃんですね。唐揚げいいな。唐揚げいいな。え、そうだよ、めちゃくちゃ忙しかったのに。急によ、8月から急にこんな暇なんよ。じゃないが、早くみんなに会いたいな。ね、私もさ、スケジュールカレンダーからさ、レッスンとかエイトの日とかさ、いっぱいあったのにさ、お仕事の予定なんか全部消すの嫌すぎてさ、まあ消したんですけど、超嫌だった。私はね、もうびっくりする元気になりました。熱もないし、食欲もいっぱいあるし、困っちゃいます。もう終わるさ、頑張った。結構集中してたの。
でも夏バテしちゃいそうだね、この感じ。ごめん、ない人いたら教えてください。とりあえず一通りできたので送ります。嘘、ドボン配信今日やろうと思ってたんだよね。まあでも今日じゃなくても明日とかでもできるんですが、携帯の充電がないもんね。今日雨降るよね。夜降らない？明日の昼から台風？困ったな。みんなはさ、手書きがいいのかさ、この写真がいいのか、どっちが嬉しい？タワーもらったとき。あ、手書きの方が嬉しい？手書きって違うよ。あの紙だけ、紙だけに書く方か、こう写真で文字入れる方がいいか。できた。あ、どっちでもいいんですか。そうそう、この場で書いてありがとうか、もうただ紙だけ書いて755とかに載っけるとか。755って5枚連続しか写真載っけられないのがちょっと困ってます。載っけたはず。ない人いたら教えてください。その一気に5枚しか載せられないの。5枚やって5枚やってって言って書いてる。おにゃかしゅいたー、おにゃかしゅいたー、ありがとう。とりあえず一旦バーって送っちゃったけど、なかったら教えてください強くしようと思って。ウーバーは当分やめます。偉いでしょ。
今日は結構冷凍してるお肉が余ってるので、そのお肉たちを焼こうかなと思ってます。思ってます。送ってもらった野菜は肉じゃがにするかカレーにするかシチューにするか迷ってて、肉じゃがにしようかなって、ひき肉がもうずっと冷凍庫に余ってて、ひき肉で肉じゃがみたいなのしようかなと思ってます。作り置きかな。ね、そうひき肉のカレーでもありかなと思って、どっちにしようか迷ってるけど、なんかカレーのカレーの洗い物めんどくて。キーマカレーってどうやって作るの？いいネタは、ちょっと待って、私 YK さんにね 4枚くらい送ったはずなんだけど、1、2、送ってないから、1個足りてないかな、1個足りてない。キーマカレー作ってみようかな。人参、玉ねぎ、ひき肉、カレールー、ケチャップ、スターソース。ソースないんだけど、ソースなくてもできるかな。 OK、 YK さんのちょっと作るね。もうこれはちゃんと私すぐやるからさ、このこれからちゃんとタワー立ててくれた人もうちゃんと言って、ゆるちゃんやってってちゃんと言ってちょうだい。私潮風の招待状の衣装めちゃくちゃ好きなんだけど、今から送ります。 YK さんに送りました。なんかセブンでめっちゃ進化してるよね最近。ストーリーの質問募集しようかな。結構私結構の頻度で募集してるよね。私はもう早くみんなにお知らせしたいことがありすぎてうずうずなんですよね。一つ、いつ発表してくれるかなってうずうずですもん。早くお知らせしたい。スタバ飲みたい。ウーバーにさスタバがなくてさ困っておる。え、そう前に言わせてたやつなんだけど、もうそろそろ発表できるんじゃないかなくらいの時期になってきたんだけど、まだ発表してくれない。生誕終わりでも言ってたかもしれない。
人個人個人ですよ。なんだろう、私ってあんまり個人仕事がないから、多分ファンの方が喜んでくれるのかなって思って。なんです、なんて質問待ってますとかの上にこの質問、スタバの放置されて見かけなくなったけど、多分新作出たからもう変わったんじゃないか。ないか。変わったんじゃないか。ショック。ショックだよ。スタバも当分我慢ですよ。でも透明に変えた。もう100均もう美味しかった。いやでも新作は絶対飲むんだけど、結構先月先々月くらいスタバめっちゃ飲んでたから控えます。一回は飲みたいな。白じゃなかった。本体が。いやーケースも欲しい。なんかねだってやつみたいな。ケースも欲しいんだけど、なんかちょっと一周回ってこれに戻しました。から手帳型にしたい欲もあるんだけど、手帳型って結構不便なのよね。何かってポケットに入らないことが困る。13出るの？まだ私変えられないよ多分。全然
この前 iPhone パープルに変えた。いいな、パープルだったらさ透明でも絶対可愛いじゃん。なんで黒にしたんだろう。でもその時はなんか古着とかそっち系が好きだったから、そういうのって黒の方が似合うと思って黒にしたんだろうね。しとけばよかったよ。理屈なんかじゃなくて、ピンと感じて。そんなことってある？いや、雫公園とかも踊りたいんだよね、お家で。全然曲ないよね、でも。神様がくれた贈り物、間違いじゃないの。随分久しぶりの気持ち、いいのかもね、ありがたいの、いいのかもね。え、私のための歌詞？この歌？てかさ、冷蔵庫にさ、なんか差し入れでもらったゼリーを入れてたんだけど、なんかもう霜がアホみたいに乗っちゃって、もう取れなくて、どうしたらいいの？どうしたらいいんだろう。もうカチカチで取れないんだけど。やっぱさ、中身を全部取り出してさ、やんなきゃいけない？もうカチカチで取れない。そうだよね、冷蔵庫の中身がなくなることなんてめったになくない？いや、2個セット2個セットでこうなってて、もう霜がポッポッって乗ってて取れないんだよね。困っちゃったよ。いや、調べたらやっぱ一回全部電源落としてなんか取らなきゃいけないみたいになってて、やっちゃった。なんでそんな霜なっちゃったんだろうと思って。そう、空っぽにしないといけなくて。無理じゃん、空っぽなんて。水めっちゃ出る。どっから？あ、霜が溶ける。確かに。タオルとかもね、置かないといけないし。困っちゃうんだよ。金メダルだって、空手。外か風呂場じゃないで水浸しになる。マジ？そんな冷蔵庫外には持っていけないな。ちょっとお菓子食べよう、お腹空いちゃった。よいしょ。
対自分じゃ買わない、お菓子。え、霜で結構幅切ってるんだよね、実は。削ったらスポって取れそう。これディナーはやばいね。おやつ。削るとかの方がいいかな。ルックって言ったら取れそう。ちょっとドライバーを温めてさ、削っていけそうじゃない？落ち着いたらやるわ。久しぶりに見た。はい、けますよさん。この時刻のようなテーブルを今日組み立てます。私は全然音聞こえない。この歌が分かんないわ。ドライヤーもあんのか。ドライヤーか。これあとなんか8袋くらいある。入ってますよ、私もちゃんと。いいじゃん。そう、お母さんが送ってくれた。今度お米も送ってくれるって言ってた。キャラかぶりやばい。わ、いっぱいスイカ。
ゴーゴーなんだよね今日。さよならしよう。さよならって言い方あれば。そのミルクフェの2018年8月の握手サイン名前でした。そうだよ、結構前だよねこれ、うん、でも全然物良い。流行ったよねミルクフェド。今も流行ってるのか分かんないけど流行ったよね。私の高校時代めちゃくちゃミルクフェド流行んなかった。もうでも私の T シャツとかを姪っ子が着れるようになっちゃったの。もう大きさも全然普通。すごない？だからもう服とか共有できるようになっちゃって、だからちょっと捨てちゃった服あげればよかったって後悔ね。ミルクフィードのカバンも持ってたよね。私も今持ってるけど多分もう使わなくなっちゃうね。だよ、もうめいっ子がもう中学生になる来年。怖いんだけど。確かにセブンのあの本の棚にもあったよねミルクフェドのカバン。今じゃもうきっと使わないなあのカバン。いやアイドルやんないと思う。アイドルやんないのって言ったらやるわけないじゃんって言われたことあるからやんないんだろうね。悲しい。そうなんか芸人さんの歌なんだ今日。歌う歌なんだ。うわリーのトートバッグとかめっちゃおねだりしたことあるかも。大だねもう。もう大人っぽいものばっかり集めちゃう。ねでも姪っ子がさアイドルになったら結構話題性すごない？でも中1中2のめいっ子もいるけどやっぱ興味ないらしいよ。いややってほしいよ。でも私はアイドル楽しいもん。世界変わると思う。私がずっと岐阜の田舎っぺだったら、いやでも東京出てくることまずないし。何してたんだろうねアイドルやってなかったら。いやでも絶対人生変わったと思う。やってなかったらなんかこの仕事のことに関してまず泣くってことはこの仕事を持ってやってたいってことじゃん。いや OL とかもできないんじゃない？何してたんだろうね。バイトとかしてたんじゃない？なんかこういうカチカチ系の多分仕事は私絶対できないから。勉強ちゃんとやってないし。
結婚してるかな。うん、なんか飲食店でバイトとかしてそうって思ったけど、鬼やんこさんがすごい歌歌ってる。いや、結婚はしてないと思うな。そうでも私の同級生、高校の同級生の子が赤ちゃんの子の中にいても、やばい、今月末か来月に生まれるらしくって、でなんか動画見せてくれたんだけど、お腹ツンツンしたら動くの、手かしか分かんないけど、すごいと思って感動しちゃったねえ。いやマジで一番仲良くしてた子だからさ、なんかでも全然会ってない、多分1年くらいは会ってないんだけど、そうだからショールームとかもさちょこちょこ出てくれてたからさ、でもやっぱこのご時世さ、そんな気軽に会いに行けるわけでもないし、この前帰った時に会おうと思ったんだけど、やっぱ予定合わずで会えなくて、子供欲しいか欲しくないかってなったらいずれかは欲しいけど、なんかまだ自分に余裕がないからさ、でもさ保育園とか小学校の時の理想ってもう多分今くらいで結婚とかの理想だったからさ、20代21とか早いけど、20代で結婚とか20歳で結婚とか絶対言ってたからさ、ね、全然なんかまだ20歳って子供だなって思います、自分の中で。そう、わかる、若い親がいいんだよね、すごいわかる、年近い子供羨ましいと思っちゃうから。だからお母さんとかもお兄ちゃんとか産んでるのは結構早いと思うんだけど、私はねそんなあれだから、ね、昔ってでも結構若い人多いイメージだ。多いよね。さ
とねから TikTok フォローしたって来たから TikTok 開いてフォローします。さとねとも毎日 LINE してるんですよ実は。かわいい。髪切ったっていうね写真もいつもそういうのが来る。ね、悔しいだろうね、マジムリは。びっくりしちゃった。私でもごめん話変わるけど、アパレルやってみたいと思う。でもやっぱ自分がこのお洋服とか買い物してて話しかけるのなんか全然求めてないから。なんかこの人別にされかけてほしくないんだろうなとか考えちゃって全然話しかけられなくなっちゃいそう。でもアパレルやってみたい。そう、ネットで買う時代もだからさ、でもデザインとかそういうの才能なさそう。販売かな。飲食店とかもやってみたいと思う。そういやさ、そういやさ、好き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 。でも私は結構推しに弱いから、昔とかは声かけられてなんか試着して似合ってますとか言ったら多分買ってた気がする。基本でもなんかデザインとかの才能はないから、お洋服は好きだけどね。もうさ、今自分に合うジーパンが見つけられてないからさ、むずすぎる。I just wanna make you happy, amo. 笑ってほしい、happy happy. 忘れちゃった笑顔も。
そうちょろいの私、推しに弱いタイプの人だから、超ちょろいよ、超ちょろいよって言い方は良くないけど、おうち期間が長いので、たくさんショールームできたらいいなって思うけど、企画がなんかねないから、ファッションショーとかをねしたいと思うし、エイトの日何するかも決めましょうね。なんでこの、あ、本当だ、お笑い芸人が本気で歌ってみた4時間スペシャルだから芸人様しか出ないんだね。みんなヒロアカとか見てそう。お肉やってる。肉食べ放題で最高記録を目指す。取ったのかな、体重測ってみようと。太ってそうで怖いにゃん、怖いにゃん。録画忘れてた、見なさい見なさい。ね、私ステーキとかあんま食べないけど見ると美味しそうって思う。もう綺麗にね閉じました、この人多分もう開けれないと思う。私がここにピアスつけることはない、ここしかない。ヒロアカ見たことないよ、全然話も知らない。何ヒロアカって全然知らない、見てみるわ。じゃあ全然知らない、アニメ、アニメか、すごい変な顔してる。なんで私アニメにはまらないんだろう、まあ興味がないからで。待って、全力脱力タイムズってもう1週間だった、先週も見た気がするんだけど、怖い。うん、ヒロアカ好きな人多いイメージある。メンバー仰天とルンバ、あれそんないなかった。ゲームも私全部ミーハーなんだよね、全部中途半端。やるならちゃんとやりたいわって思ってるんだけど、そろそろパブやろうかな。どんなも好きなんだ、現実が好きなのは間違ってない。少年隊ちょっと気になる、これね、少年隊の本物を知らない。この隊有名だよね。みんなの世代ですか、
この歌有名じゃない？聞いたことある。あんまり 歌わない方がいいよね。ドンピシャですか。確かに男性アイドルにハマることがそうだよね。ちょっとわかりません。有名だよね。でもこの歌私聞いたことある。あ、すごい、マイクスタンド蹴った。1985年って。お、すごい。バク転した。これ8、誰か言ってたよね。もう全然誰がやったか覚えてない。誰がやってた？紬と阿部？見たいな、エイトのこれ。かわいい。鬼奴さんがめっちゃ真剣に頑張ってる。すごい。すごい、男性もいる。かわいい。キレッキレ。めっちゃダンス上手。3時のヒロインっていうのは分かるけど、全然名前分かんない。一回戻ったことない。戻れない。間違った。ラップすごいよね。かわいい。
すごい。これが流行ったのももう何年前？まだ1年前とかそんな昔じゃないか。じゃあそろそろ終わろうかな。ご飯作って机を組み立てます。明日には机完成してると思うので、こちらこそありがとう、見てくれて。また明日。ではランキング見ます。13位、ひのちゃんの中心さん、ありがとうございます。12位、ラピスさん、ありがとうございます。11位、天守閣さん、ありがとうございます。10位、エリカとマーク特製台湾うなとり丼ほっぺかわいいさん、ありがとうございます。9位、台湾中心とマーク超大盛りうなとり丼さん、ありがとうございます。8位、クロケンアットマークワクチン2回目打ちました、今のところ平気です、さんお疲れ様、よく頑張りました、ありがとうございます。7位、チョロさん、ありがとうございます。6位、リンゴリンガーリンゲストさん、ありがとうございます。5位、ゆうきさん、ありがとうございます。4位、ワイキアとマーク写真たくさんかわいいのありがとう、う待ち受けにしていいさん、ぜひ、ありがとうございます、たくさんタワーありがとう。3位、 TK トンからトマークタイのうなとり丼さん、ありがとうございます。2位、ロロさん、ありがとうございます。そして1位が宮崎のおじちゃんです、ありがとうございました、ありがとう。ということで見てくれてありがとうございました。また明日お会いしましょう。仮組してからね、自身見ましょう。仮組って何すか？仮組って何？ということで見てくれてありがとうございました。また明日お会いしましょう。あ、軽く止めてた、分かった分かった。ありがとう、おやすみなさい、バイバーイ。